はい、皆さんこんにちは、ハムです。今日はこのような桜のアートを作っていきたいと思います。私は桜のアートすごく苦手なんですが、イラストみたいにペタッとした桜ではなくて、こういうちょっとぼやっとしたデザインだと、結構できるので、今年はこのような桜のサンプルでいこうかなと思います。今日使う材料なんですけれども、スキンカラーのピンク、どんなお色でも大丈夫です。お好きな色を1色ご用意していただくのと、私はねこれ6色ぐらい、展開して作ろうかなと思ったので6色用意しました。でこちらはトリネさんの、スキン7番のピンクで作りました。8、9、10、11、12で、同じように色違いをね作っていこうかなと思います。お好きなシアーピンクが一つと、あとは、ちょっと固めの白、固めの白は輪郭が結構はっきり出るので、お花のアートにはとても使えると思います。私はいつもベトロさんの975番を使っていて、こちらで描いていきます。でもう一色違う白で、お花を描きたいので、私は、プリジェルミューズの白を使っていきます。で最後に輪郭を縁取るのに、ネイルタウンさんのアイシングホワイトを使っていきます。で筆なんですけれども、筆はショートオーバルのもの、私はココイスタのミニラウンドっていうやつをお花の時はよく使ってます。それともう一つ小さなお花を描く時に、先端がもう少し狭めのもの、小さめのものを使いたいと思います。こちらはシーンで購入しました。9本セットになってるやつですね。で最後に縁取りを描く細いライナー筆ですね。こんなやつ、私はアイニティのアートライナー7番を使っています。で白はお筆になじませて使いますので、こういうパレットがあればよりね描きやすいんじゃないかなと思います。でお好きなチップスタンドと、今回使うチップですが、私はネイルタウンさんのポイント型の5番のチップの先端を切り落としてバレリーナ型にして使っていきます。はい、ではアートしていきます。はい、じゃあスキン8番で作っていこうかな。こんな感じのお色です。はい、そしたら最初に使う筆はショートオーバルのこちらの筆を使っていきます。でペトロさんの975番を取ってもらって、パレットでなじませます。はい、そしたらお花を描いていきます。と全部で4つ描きたいんですが、2つを背景にして2つは手前に来るように描きたいなと思います。なので、対角線上にね、こことここに下のお花が来るように描いていきたいと思います。お花のアートで、一番私が大切にしていることは、中心をしっかり揃えてあげる、意識してあげるっていうことを、はい、心がけております。最初のうちは、中心を描いてもらって大丈夫ですので、ちょんとどの辺にお花を描こうかなっていうのを決めていただいて、そこに向かってね、全ての花びらがちゃんと執着するように、描いていきます。そしたら、1枚目、桜の花びらってこう外側がギザギザしているような花びらだと桜っぽいかなと思うので、まあ、綺麗なハートでもいいですし、私はちょっとこうハートじゃなくて3つくらいに分かれててもいいかなって思います。なのでこう何回か触って、ちょっとこうこんな感じ、2回くらい触って、桜の感じにしていこうかなと思います。
ょっとバランスは整えながら、足りないところはね後で書き足してくださいね。若干ボワッとしてしまいますが、後ほど輪郭をしっかり描きますので、これくらいで大丈夫です。はい、これで一旦硬化します。はい、硬化しましたら、カラーを挟んでいきます。私は結構ね薄く白で花びらを描いたので、こうポコッとしてるかって聞かれたらそうではないので、そのままカラーを塗りますが、結構ねこうポコッとさせてしまった方は一回クリアを挟んで、カラーがねそこでたまらないようにしていただけるといいかなと思います。私はそのままピンクをのせていきます。一度塗りはこれで硬化します。はい、そしたら二度塗りしていきます。はい、これで硬化します。はい、そうしましたら次は普通の白でお花を描いていきます。こちらも少量取ってパレットの上で筆になじませていきます。で、先ほどと同じ要領でお花を描いていきます。今回はこことここに描いていきます。さっきよりもね小さめを意識して描いていきます。先ほどみたいに硬くないジェルなので若干にじんだりするので、ちょっとこまめに硬化してもいいかもしれません。はい、こんな感じで硬化します。もう一つ描いていきます。はい、これで硬化します。はい、そしたら一度マットコートをして仕上げます。硬化します。はい、そしたら、アイシングホワイトで輪郭を描いていきます。
このような感じで取って書いていきます。この時に最初の輪郭を気にしながら綺麗に囲うのではなく、ご自身の思うね正解の花びらの位置で描いてもらって大丈夫です。なんて言うんでしょう、ちょっとはみ出してたりとか足りないところがあっても大丈夫です。こんな感じで描けました。硬化します。そしたら背景になる桜にも線を入れていきます。ちょっとね、こう4枚しか描けなくなった風でも全然大丈夫です。あとで中心を描くとねすごく桜っぽくなるので、中心にね縦線を花芯っていうのかな、違うな、おしべ、おしべって言うんだっけ、5枚ね中心を描いてあげるとより桜っぽくなるので、こんな感じです。花びらが1枚足りなくても桜っぽく見えますよね。硬化します。もう一つも書いていきます。硬化します。はい、出来上がりました。先ほどよりねちょっと濃いめの桜が出来上がりましたね。可愛いです。空いてるところはね、桜の花びらを1枚2枚描いても、こんな風にねアイシングだけでちょっと桜の
葉っぱを描いてもいいですし、これちょっと桜の葉っぱではないですが、まあ、何か空いてるところにね描いたりしてもいいのかなと思います。ちょっと他のお色でも作っていきますね。はい、出来上がりました、こちらから SKN7 番、スキン7番、8番、9番、10番、11番、12番でお作りしてみました。いかがでしょう、めっちゃ可愛いですよね。集中力がいるので、10本ともにこのアートを入れるのはしんどいと思うので、1本アートとか、単発のねアートに使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。桜ってすごく正確性が求められる5枚の花びらを描かないといけないんですけど、この描き方だと、割とこう歪んでいてもそれなりに見える。でまたピンク色っていうのがね桜っぽさを出してくれて、ちょっとアートが苦手な方でも挑戦しやすいんじゃないかなと思います。配置も全部バラバラに描いてみたんですけども、どの配置に持ってきてもなんかそれなりにいい感じになるかなと思います。空いてるところはストーン入れてもらったりとか、ラメ散らしてもらったりとか、パール入れたりとかしても可愛いかもしれません。ぜひ真似していただけると嬉しいです。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、それではまた次の動画でもお会いしましょう。